右脳で生きれば凄まじいパワーが。右脳で生きれば凄まじいパワーが。脳の秘密が隠されている聴覚を育てよう。ジュアルクールの予言の中に教育体系が変化する必要がある。今までの教育は左脳の教育であり、右脳は無視されている。右脳の教育こそ魂の発達に必要であり、内なる聴覚、直感力、テレパシーを育てることこそ重要である。右脳教育が魂の文化を作る上で重要となるという言葉があります。新しい魂の文化の時代が始まっており、その文化の時代には右脳教育が必要なのです。右脳教育では魂の発達を図ることが重要です。そのために内なる聴覚、直感力、テレパシーを育てることが重要とジュアルクールは言っています。直感力を育てるのに風知が役立つことを書きました。風知を日常的に活用していると優れた直感力が育ちます。ジュアルクールは内なる聴覚を育てることが重要と言っていました。内なる聴覚とはどのようなものでしょうか。実は聴覚は人間の脳に秘密が隠されているのです。不思議な働きがある聴覚は脳の関門。フランスの音響心理学者のアルフレッド、トマーティス博士は耳のアインシュタインと言われています。博士は耳は人間そのもの、世界であると述べています。聴覚に不思議な働きがあるのです。耳は体の中枢、脳の関門なのです。仏教や他の宗教においても声や音、聞くことを 大変重要なこととして捉えています。例えば真言密教では愚問自報というのがあって、真言を唱えることによって脳を開き、超能力を身につけます。自閉症という子供たちがいますが、博士はあなたたちは胎児から乳幼児期にかけて心理的障害のために耳を閉ざしてしまい、そのため聴力が低いレベルで固定してしまった状態だとしています。特別に工夫した電子耳で音を聞かせることによって耳が開かれ蘇生すると言います。実際に博士は、トマティスセンターというところを作って多くの人の耳を治療し奇跡的な成果を上げています。耳には驚くべき能力が隠されている。耳には大変な能力が隠されています。耳に脳の未開発領域を開くゲートウェイがあるのです。高速で聞くトレーニングをすると子供も大人もすぐ能力が変わります。聞く力が変わり、記憶する力が変わります。脳が情報を高速処理する能力、回路を開くからです。例えば私の作った教材にモーツァルトの曲を32倍速で聞くという教材があります。モーツァルトの曲を32倍速で聞いて聞き取れるのかと疑問を持たれるでしょうが、実際に聞き取れる能力が育つのですと、カメラマンの ME さんはモーツァルトの曲は忙しい主婦と仕事と育児をしている自分にとってイライラするくらいのんびりした感じで聞こえるので、モーツァルトの曲は嫌いだったそうです。倍速、4倍速、8倍速、16倍速、32倍速で曲を聴く材料があると聞いて、すぐその教材を買われました。手元に届いてすぐに全部聞かないこと、慣れてから徐々に段階を踏んでから聞くという聞き方をしていたそうです。3日間で4倍速、1週間で16倍速、16倍速から32倍速になるにはかなりかかったそうですが、突然
32倍速のモーツァルトの曲がきちんと音楽として聞こえるようになったと言います。32倍速で聞いてもゆっくり聞こえるというのです。右脳は超高速脳なので、高速で入ってきた情報が相対的にゆっくり聞こえるのです。彼女は32倍速のモーツァルトの曲を聞くと脳全体がリラックスすると言っています。ありがとうございます。